茨城県土浦市にある、高田保蔵造高田保3月28日、中1から1952年2月20日は、茨城県出身の劇作家、随筆家、配合は、羊犬。母方のいとこに、近世文学研究者の山口つよしがいる。1895年、茨城県新張郡土浦町の旧家に生まれる。子供の頃より、気遣いができてまた話も面白く。 同級の者以外とも交流するなど人母が厚かったという、旧姓土浦中学校を経て、早稲田大学英文化へと進んだ、大学在学中から、進撃運動に参加して、宇野浩二を知るようになる。また、在学中に創立者、大隈重信夫人の銅像を建てるかの問題で、銅像事件と呼ばれる騒動が起きるが、その時代を描いた、尾崎史郎の小説、人生劇場。 青春編に高田をモデルとした吹き岡駿という人物が登場している。上京した高田はモダンボーイとなるべく頻繁に銀座へ通って学生生活を謳歌した。1917年に早稲田大学を卒業する。卒業後はペラゴロとなって浅草公園の工業街で居所を転々とした後、活動クラブやオペラ評論の雑誌記者となる。 この頃に、古見拓人や根岸シ一と知り合い映画に接するようになり、1922年に根岸工業部の経営する浅草オペラの代表格である金流館の文芸部に入った。この年、かかしで帝国劇場の戯曲検証に入選する。この時との入選者に長井達夫や川口松太郎がいた。高田は儀曲の本場の地であるパリに対して同型の念を抱き、 パリが舞台の作品を読みあさった。演劇収容のためパリへの留学を絶望していたが、資金不足によりこれは果たせなかった。1924年、文芸雑誌、新小説に、戯曲、天の岩戸を発表して、劇作家として認知されるようになった。1927年には、戯曲集、人玉木病史を刊行する。1929年に新月辞劇団に加わって、 プロレタリアン劇作家として活躍するが、翌1930年に特攻による検挙を受けて転校して、進撃運動からは退いた。また、この頃の高田は映画監督としても活動し、1925年の水の影、1932年の少年諸君など3本の映画を制作している。しかしながら、これらの映画は高評価を得ることはできなかった。 1933年、大谷宗一、木村武史と共に、東京日日新聞に、学芸部長の安倍晋之助の招きで入社、軽妙な雑文を書いた。だが、1938年には退社し、新派や新国劇の脚色家、演出家となり、商業演劇に活躍の場を移した。1943年、病気の進行により、知人の勧めで大磯へ移住。 その後再び転居して、大磯内の旧、島崎東村庭へと移る。戦後は、結核療養を経た後、1948年から、東京日日新聞に社有として、追筆、ぶらり評判を連載する。軽妙な文体ながら、単独公は、天皇制、再軍備などの政府の方針に反対する論を展開した。高田の庶民的文化人としての立場からの風刺は、 ウィットとユーモアも含んでおり、好評を博した。高田は、昭和の斎藤力と称えられた。また、飛ばしたいか、ドスナキアの娘、トルトドスなどの小説も表している。また、大谷総一はその文章を、枕の安倍晋之助、おちの高田保つと評したことでよく知られる。1952年2月20日、学生時代から罹患していた、肺結核により、 かつて藤村が住んでいた神奈川県中郡大磯町の自宅で死去した56歳没。戒名は青官院、文洋秀康子寺。高田の没後に、大家は高田の話術のうまさを称えつつ、その話術を助けている者は高田の最地ではなく顔にあるとした上で、高田のテレビ出演が実現しないことを残念がった。翻訳日付については3月27日とする記載も見られる。 abcdefghijklmn, o, 高田保持つ高田保持つ、20世紀日本人名時典、ヒソトアソシエーツ、http コロンスラッシュスラッシュアーカイブドットイズスラッシュ q 1 c a 8 8 a b c o いそ町。高田公園、高田保持つの母碑2013年12月15日時点のオリジナルより、アーカイブ、2017年8月13日閲覧。 高田、穂高田、だ、たもつ。死にい,いい。2019年8月31日閲覧、高田たもつ高田、たもつ。デジタル版日本人。明大辞典プラス。講談社。http コロンスラッシュスラッシュアーカイブドットイズスラッシュ QGKKS23%ab。高田たもつ。アカントス第18号。茨城県立土浦第一高等学校診。 おさむ同窓会9本館活用委員会2009年11月24日2019年8月31日閲覧 ABCDEF 高田保津、高田保津、世界大百科事典平凡社,社、http コロンスラッシュスラッシュアーカイブ .is スラッシュ,ュ QGKKS33%ABCDEF 藤木、器広行き高田保津、高田保津。 日本大百科全書、小学館、http コロンスラッシュスラッシュアー,ーカイブイズスラッシュ QGKKS43%ABCD、高田保元公編、アカントス第20号、茨城県立土浦第一高等学校新、おさ同窓会旧本館活用委員会、2010年1月26日、2019年8月31日、閲覧、高田保元高田保元、 ブリタニカ国際大百科事典小項目辞典、ブリタニカジャパン、http コロンスラッシュスラッシュアーカイブドトイズスラッシュ 9GKKS9%、岩井博史、作家の臨終、母肥事典181ページ、田村茂撮影、現代日本の100人、大谷総一寄港、文芸春秋新社、1953年4月、初版、103ページ、全国書誌番号、 5300万3431ありがとうございます。